どうも、再び、ユサマンです。現在 NLGR プラス2013の上空に来ております。今行われていたのは下の方、公園、まあ、小さいからわからないかもしれませんが、同性結婚式が行われていました。同性結婚式、この NLGR 何回かやっているんですね。去年は例のアンマ夫妻、この場合の夫っていうのはその夫じゃなくて夫人の夫だと思うんですが、アンマ夫妻が去年この NLGR の会場で結婚式をしたんですね。今年は男性2人のカップの結婚式があります。2人ともタキシードでなかなか良いところです。2人で、同性結婚式を今挙げられたところです。結婚式なので分かりにくいかもしれませんけど、なんかここにですね、赤いバージンロード、バージンロードという表現がこの場合正しいかどうかわからんですけど、なんていうかそういう紐線ですか、日本語で言うと赤いのがここ、ここが結婚式のね、お立ち台というか、メインステージで、ここに赤い絨毯があって2人で歩いてくる、そういう感じですね。で、結婚式、同性結婚式が終わったので、この後は多分バルーンリリースをこれからするんじゃないかなと思います。 NLGR、 今年の NLGR は2日間とも大変暑くてですね、非常に暑かったです。2日目の方が人が多い、今日は今回、前回もそうですが、2日間私クイア弁当を出していただいたんですが、毎日2日の方目の方が、ね、人が多いんで、これは売れるんじゃないかと思っていたんですが人はいっぱいいるんですけど、みんな二日酔い気味で、胃もたれしてるから食べたいんだけどねみたいなお客ばっかりで、昨日より売れたんですけども、思ったほどは伸びなかった。でも売れました。ありがとうございます。で、NLGR、そろそろバルーンリリースの時間ですね。お、風船を配り始めました。はい、というわけで再びまた後ほどバルーンリリースの様子はお伝えしようかなと思います。皆様でした。